正元年8月、信長は宿敵浅井朝倉領主の討伐を目指して近江へ全軍を投入した。信長軍は朝倉義景を追撃して敦賀に至り一条が谷を落とす。義景41歳、山田の将建昌寺に包囲され自陣する。ここに越前の守護朝倉氏11代230年の歴史は終焉を遂げる。朝倉氏を滅ぼした信長の軍2万は休む間もなく近江に引き返し、浅井久政長政親子の市場小谷城を囲んだ。先鋒隊は木下藤吉郎が預かった。あくる27日、浅井長政のこもる本丸と岸久政の陣する小丸の間が木下軍によって断ち切られ、浅井親子はそれぞれに孤立した。この日小丸が落ちる。長政の父久政は自陣した。ついに残るは長政のこもる本丸のみとなった。小丸が燃えている。大殿様の小丸が落ちる。お方様、お方様。小谷城との攻防ももはや4年の歳月が流れたちましてございます。落城はもはや短石に迫っております。かくなる上は敵の将士も命を捨ててかかってくるでありましょう。そうなれば味方の損害も相当の覚悟をいたさねばなりません。できますことならば長政殿に降伏を促し、速やかに城を明け渡していただくことが得策かと思いますが。こちらが降伏を促しても長政は承知すまい。ですから殿が韓国の書状をお書きくだされば、それがしが自らそれを携えて長政殿にお手渡しいたします。措置が敵情に赴くというのか。長政殿の時、城を開かせ、小谷のお方様を無事に城外へお連れしとうございます。お市をの、はい、城内へ入れるのか。もはや策は練ってございます。稲葉山攻略の頃とは措置も身分が違うのだ。無茶はするな。はい、心得ております。長政に書状をしたためてみるか。お聞き届け、片付けのうございました。その用意が整いました。おいみんなよく聞け。いいか、これから大谷の城をめがけて一気に走るんだ。他のことは何も考えずに、ただ逃げることだけ考えて走り、ひたすら走り、ぐずぐずしてると後ろから鉄砲玉が飛んでくるでよ。はめ合図、承知。合図味方に追われて2年が初めてだ。もうなるほど、堺の能登屋の者とな。はるばるとよう来た、よう来てくれた。二田の目録、何とぞお目通し願います。大義であった。合戦の習い、やむことを得ずしてこれまでに及ぶこと、武門の常、休戦の維持是非なきことに候。義景勅命に背き天誅を被り、すでに滅び候。備前の神のことは我が元より混妄して縁者となりしほどの義難。ただいま格のごとくに及ぶといえども、いささかもってそいに存ぜず候。願わくば居城体質ありて存命させたまうべし。所領のこと追って沙汰いたしまいらすべく候。さに候らば浅井の加盟も断絶せず、信長の本意もまた大慶これに過ぎず候。酒をもて。まずは一献。は。長政は降伏をしない。代わりに妻お市と3人の子供の婦女を藤吉郎に託した。絵本太閤記は記す。小谷の方は途方に暮れ、泣くに涙なく、叫ぶに声出ず、夫長政の活命を兄信長に願わんものと、それを心の力にて城外へこそ出られけれど。この世、藤吉郎に背負われて夜の山路を駆け下りた茶々姫こそ、後に太閤秀吉の愛称として県政を振るう淀君の幼き日の姿であった。29日、本丸の攻撃が開始された。木下藤吉郎、柴田勝家、三輪長秀らの攻撃軍に対し、長政の籠城軍はわずか200の手勢だったが、それでも城は1日は持ちこたえて2日目にあえぎ落ちた。若き名将と謳われた浅井長政も29歳の命を自らの手で絶った。